今日のマンデーロアストは今シーズンで現役を引退した北島秀明さんにお越しいただきました。どうもようこそいらっしゃいました。お世話になります。まずは本当に17年間の現役生活お疲れ様でした。ありがとうございます。引退から1週間ほど経ちましたが、はい、今いかがですか心境。いや意外とすっきりしてるんですけども、まあ、練習の方にまだ参加してるので脱いだスパイクのはずが、はあ、また履いて今練習してます。そうなんです。まだ練習、はい、この間練習見に行ったんですけど、はあ、まだキレッキレでした、はい、なんか体調維持かなんかのつもりですか。いやチームの活動が11日まであるということで、はい、そこまでは一緒に、はい、活動してます。なるほど、さすがですそんな北島さんをお迎えして今日は今シーズン1年間のロアスを北島さんと共に振り返りたいと思います。見ている人にとって楽しいって喜んでもらえるようなサッカーをしたい。吉田靖新監督を迎えてロアッソの J6 年目のシーズンが始まりました。目標は6位以内、そして J1 昇格。北島選手は開幕スタメン、どんな気持ちでのスタートでしたか。いや去年までのいい流れがあったので必ずいいスタートを切っていいプレーしたいなと思っています。そして実際にプレーでは、ね、素晴らしいプレーが飛び出しました。ロアッソ最初のゴール、これ藤本力選手の華麗なオーバーヘッド、これ綺麗でしたね。これはベストゴールですよ ね、 そうですね。しかしチームはその後逆転負けで開幕戦は黒星、そして開幕から10試合でわずか1勝しか挙げられませんでした。特に今シーズン失点が多かったですね。北島選手の目には涙が。この時の心境はどうだったんですか。まあ、この時サポーターがすごく励ました、応援をしてくれて、それがすごく嬉しかったのを覚えてます。その涙だな。もう車を買ったんでしょう。そうですね。吉田監督をこう支えきれなかったっていうこと、それは非常に残念に思ってます。方針転換を余儀なくされたチームはクラブ史上初めて指揮官が途中退任し、池谷智義監督代行が就任。目標を J2 残留に切り替えました。北島さん、この時のチームの状況ってどうだったんですか。まあ、苦しい状況であったんですけども、まあ、池谷さん監督になるということでしっかりとまたもう一度立て直していこうという強い気持ちはすごい持って臨んでましたね。その時のテーマが自分たちのサッカーに胸を張れるか。チームは奮闘しました。順位は過去最低の19位、そして得点も失点もリーグで下から3番目という不本意な成績ではあったんですが、なんとか J2 残留は決めました。そして今シーズン限りでの引退を決意した北島選手、多くの人に惜しまれての引退セレモニーでした。はい、北島さん、はい、私たちからするとですね、はい、あと1年や2年北島さんならできるんじゃないかって、まあ、素人としては思ってしまうんですがご本人としてはそうじゃないんですよね。そうですね、まあ、自分の約束っていうのがやっぱあったので、そこにしっかりと守っていきたいっていう強い思いはあって、はい、今回はその自分の約束っていうのは改めてちょっとどういうことなんですか。まあ、自分の定めた試合でゴールを決めるということですね。あ、はい、そこで決められなかったのが、まあ、今シーズン自分の中での決断するに至った流れになったんですけど。あ、後半戦でそういえばありましたね。そうですね、絶対この試合でゴールを決めなかったら自分は引退なんだと決めた試合があったと。はい、そうです。あ、やっぱそれがきっかけだったんですね。そうですね、その約束を破るわけにいかないっていうのがありました。そして、はい、熊本でのプレーは1年半だったということなんですけれども、はい、まあ、熊本の街や人の印象ってどういうものでしたか。いや、もうものすごくみんなあったかい人たちが多くて、いろんな人に家族ともどもいろんな人に支えてもらえたので、はい、すごく幸せな熊本生活でしたね。あ、はい、熊本弁は、ああごめんなさいね、お気に入りの場所を、ね、ぜひ教えてほしいなと思ったんですけど、いや、もう僕はもう常に熊本城と、あとは宮本武蔵の霊岩堂、霊岩堂行かれるんですか。はい、あそこがもう大好きで何度も行かせてもらってます。それはなんかこう武蔵と重なる部分がありますよね、ですよね、はい、そしてね、熊本といえば池谷智義監督代行、はい、北島さんにとっては柏レイソル時代からの恩師なんですよね。そうですね、はい、引退に際して何か言葉ありました。まあ、最後の試合の時にはまあ決められなかったなみたいに言われて、まあだから引退なんだよなって言われたのがすごく自分の中ではすっと心の中に入って、まあ自分もだから引退なんだなって思いました。なるほどですね、はい、さあその池谷さんから北島さんにコメントをいただいております。一緒にご覧ください。
この2年やっぱり結果としては残ってないんだけどね、あんまりね。だけどやっぱり記憶にはすごく残った選手だなっていうのを思う。最終戦も含めてね、あれだけファンがいるっていうこと、まあそれが全てだと思うんですよね、まあだって俺18から知ってるから。やっぱり最初見た時にはさ、こいつプロでやれんのかなって正直、それくらいのまだねメンタリティだったし、そのサッカーに対する向き合い方だったし、まあ甘い部分いっぱいあったからね、こいつ鍛えなきゃダメだこんなのみたいな言ってて、ちょっと池谷さんじゃないと言えないコメントですね。いやもう本当そうです。18歳の子ってそんなにひどかったんですか？ちょっとこうメンタル的にはものすごく幼かったのは自分でも今でも思うんですよね。はあ、それがね、やっぱり成長していくんですね。そうですね、池谷さんに鍛えられて、池谷さんにプロ選手のメンタリティをつけてもらったっていうのはやっぱりあります。あ、そうなんですね、はい。さてここからは北島さんとともにこれからのロアッソについて考えていきたいと思います。こちらの VTR ご覧ください。クラブを立て直すことがもう第一優先なわけですよ。債務が6000万残ってるわけで、これを消さなきゃいけないんで、そういう意味でいくと依然厳しい状況だけど、この今の状況を打開しなきゃいけないんで、今やれることとしてはもうそういうようなコンセプトの中でいろいろ今補強。失点が多いっていう中でいくと守備は立て直さなきゃいけないっていう中で、リストアップは今2人、まあ、メインなところは上がってて交渉してるところ。前みたいにただ名前を追っかけるっていうのはもうないです。今やっぱここから育てていきたいし、ここから強くしていきたい、もっと言うとここから代表に行くような選手を出したい。トレーニングしなきゃいけないんですよ、もっと高いレベルで。それについてこれないのはやっぱここから脱落していくっていうぐらいのやっぱ設定の中でやりたい、やってほしいな。今北島選手うんうんと頷いてらっしゃいましたけども、はい、来シーズンのロアッソについて北島さんはどう考えてらっしゃいます？そうですね、まあ、今池谷さんが言ってたように、トレーニングのレベルを上げて、まだまだ本当に未熟な分が多いので、そういう部分をもっともっと上げていくことで、トレーニングでいろんなことを解決できるような、そういうレベルにしていかないといけないかなと思います。そして新監督が小野武さんに決まりました、はい、いかがですか？僕は新しく監督になる小野さんの本 などをよく読ませてもらったんですけど、ものすごく緻密で、すごくこうサッカーに対していろんな見方ができる人だなっていうのがあるので、今のうちの若い選手たち、たくさんの選手たちが学ぶものっていうのはたくさんあるのかなと思います。あ、そうですか、はい。で北島さんご自身はこれからどうされるんですか、はい、熊本には。そうですね、はい、そこが僕も今悩んでるところで、まあ、熊本で残る判断もありますし、まあ、また別の話もちょっとあるので、はい、今もうちょっとだけ悩ましてもらいたいなっていうところです。はい、決断はいつ頃になりそうですか？でももう早くてもここ2日3日4日あたりで決めなきゃいけないとは思ってます。そうですか、はい。そして北島さん、J1 そして J2 でのプレー経験豊富ですけども、これからのロアッソに臨むことっていうのはどういうことですか？いやもうさっき言ったように練習からしっかり向上心を持って取り組んでいく雰囲気をチーム全体で共有していくようにしていくことが大事だと思いますし、今の状況に甘えないで前に進んでいく強い気持ちを持ってやってくれたらなと思います。では最後に熊本のファンサポーターにメッセージをお願いします。本当になかなか結果を出せなくて申し訳なかったです。ですが本当に皆さんの応援のおかげで頑張ることができました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。北島秀明選手を迎えてお話を伺いました。どうもありがとうございました。この後は東京から